そうでしょ。だから僕は先ほどからいろんなお話した中の一つは、そういうエネルギーをどうするんですか言ってる。だから宇宙で無限のエネルギーがある。さっきのニュートリノの問題も宇宙エネルギーの取り込みですよ。岐阜にあるじゃない。あれは宇宙エネルギーの研究じゃない。何考えやのよ、失礼ながら皆さん。でこのエネルギーは無限にして無尽蔵で、そう無料や。で今までこのエネルギーを研究した人、例えば自動車、自動車は水で動く、前ここで言ったでしょ、要するに水素ですよ。殺される。特に京都大学の先生たちは随分殺された。これでなんでや、さっき言ったロックフェラーです、石油を独占している者たちにとっては次なるこんなエネルギーは邪魔でしゃあない。だからどんどん殺されてたんですよ。本当ですよ。トヨタ自動車、今までガソリンを原料にしてってトヨタ自動車は一歩進んでいって悪いけど、ロックフェラーの言う通りやってきたわけです。もう今は違う。さっき中国って言ったけど、中国では電気自動車って当たり前やね。世界はそっちの方向行ってる。だからエネルギーはもうこれだって言ってやってきた。そうだから日本が崩壊に入ってる。今もうエネルギーはダメなの。話元に戻すと、水で自動車が動く現実です。それは殺す、ロックフェラーが。だから世界を支配しているもの、ここにあったイルミナティのことを話したのはそういう意味よ。独占しているものがコントロールして人間を家畜化していく。だからそれとは逆のエネルギーが見つかるということは困るわけですね。だから今言ってるように、水の自動車、水で取ったら自動車は無限に動くし、空気だけでも動く、いろいろ研究がある。さっきからお話したじゃない、ピラミッド。そしてこの水晶のピラミッド、ものすごい力があるわけです。その表面からエネルギーが出るものの中で代表は人間です。皆さんまで人間見ててエネルギーを持ってる人おるでしょう。次に動物です。次に植物です。そして鉱物、石です。これマラカイトという石がある。このマラカイトを細かくして粉にしてどうする、目の周りに塗る。そんなこと今しませんが、これを粉にして目の周りに乗ってる文化を持った人たちは誰、古代エジプト人、古代エジプト人のミイラ、古代エジプトの彫刻はこのマラカイトという石を粉にして塗ってるわけです。あれなんだ、魔除けなんです。宗教的な意味じゃない、本当に自分の身を守ってくるんです。これ不思議ですよ、この石は。だから僕は自動車に乗せてもらってますが、自動車の中に3つぐらいマラカイトを置いてる。事故起きない、自分の身を守るためにも大事です。さっき言ったよね、東京で講演会1年ちょっと、事情があったからやらなかった。だから今度東京行くときは僕のスタッフが、所長マラカイトをしっかり持って行ってくださいって。マラカイト持ってて重いやん。いやだけどカバンの中にと持って行ってくださいって言うから、骨を持って行ったわけです。そう、そういう、だから僕今何言ってるかと言ったら、石やーってみんな思うかもしれないが、パワーがある。人間のエネルギー、次動物、次植物、そして鉱石、そして地球全体が鉱石です。そうでしょ？そしてその地球は宇宙に浮いてる。なんで浮いてるんや？わからへん、誰も。そしてそこに、あら空気なんかない、いや真空や、違う、ものすごいエネルギーが溢れてる。この中にパイオニアのメンバーの人がいてくださってる。リバティ情報研究所が今まで活動することができた一つはパイオニアのメンバーがおるから。もう何十年も一緒に研究してきました。その人たちに明日火曜日、つまり普通は月曜日に、大事な情報をファックスで送ってるわけです。秘密の情報を毎週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 月曜日に。今度は今日が月曜日ですから送るわけにいかない、サイズだから。
だから明日が言うたら月曜日みたいなもんや。だからパイオニアの人に送りますが、そのメンバーの方に申し訳ないけど、その中に僕は一言書いた。糸川秀夫、ある程度の年齢の人は知ってるでしょう。戦前戦闘機のハヤブサっていうのを設計した男だ。ゼロ戦ハヤブサがある。それを作った今言った糸川秀夫は戦後ロケット工学に没頭した。知ってるでしょ。彼がいなければ日本のロケット工学なんかないですよ。その糸川秀夫が徹底的に研究して日本のロケットの基礎を作ったんですが、その糸川秀夫はもちろん亡くなってますが、彼こう言ってるんです。宇宙には無限のエネルギーがある。しかも無料だ。問題は宇宙にある無限のエネルギーを地球にどう取り込むかが難しいだけだって言ったんです。分かってるんです。本当の科学者は分かってる。しかし一般の人に対してはそんなもん言わない。そういうことを言うやつはちょっと頭おかしいやつじゃないか。違う話考えればネビルム、さっき言った他の星から来てるわけです。だから宇宙がどうなっているかみんな分かってますよ。そしてネビルムはちょっと2ページを開いてください。皆さんの資料の2ページ、これはこの前ご説明させていただきましたが、2ページ見たら柴頭旧約創世記6章と書いてありますやんか。3500年前から有名な指導者モーセです。モーセが記録があったものをまとめてくれたんです。だから旧約聖書って言ったらなあもう関係ないわ、そんなキリスト教の話は違う。旧約聖書こそ次のことが大事、世界最古の記録書です。世界最古の記録書だから、ここから都合のやつを取るわけです。イスラムがコーラン、キリスト教が取る、ユダヤ教が取る、根本は旧約聖書ですよ。その一番古い部分をこの右上で旧約創世記6章、3500年前。一歩進んで言いますが、トランプなんか常識で知ってることを今から言う。私日本人は旧約聖書でそんな宗教の本で食わず嫌いという言葉があるから、読んだこともないのに旧約聖書なんて愚かな話です。僕は自分のことを自慢して悪いけど、19歳の時に世界で一番古い書物は何や、旧約聖書や。19歳の時、大学入ってすぐでした。安保闘争も終わった。安保闘争、僕は18歳の時でした。で19歳の時に世界で一番古い書物、そして次ベストセラーになってるのは何や、世界で一番古かったらもう消えて当たり前やないか、だけど永遠のベストセラーのは何や、旧約聖書や。世界で一番古い書物がベストセラーか、これは読んで研究せなあかんな思った。で今言ったら19歳で大学の2年生でした。ほなからその時からどのようにしたら時間ができるか、つまり研究するための時間ができるか考えたら、22歳で大学出た。その時に学校の教師になった。時間がありますよ幸い。そして11年間学校の教師をした。11年間。そして僕は辞めました。